はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ今回は生ハゲくんの第2回目ですね。やっていきましょう。そして能力の方はこんな感じです。で、育成の方はですね、前回終了後すぐにね、もう修行の方に出して、前回覚えられなかった、はい、大ダメージ技を覚えさせました。で、帰ってきてからはね、もうひたすらトレーニングして、重トレは変動床で、軽トレの方は射的をしてね、もう得意能力の賢さ命中回避、これのみ上げていきました。で、本当にね、もうそれだけやって今回となっています。はい、だから回避、命中、賢さ、ここら辺がね、前回に比べて上がってるかなと思います。まあもちろんね、砂漠の方に修行に出したんで、力とライフも若干上がってるかもですけど、あ、力は落ちてるかな、変動床ずっとやってたんで。はい、まあ育成の方はそんな感じで、今回覚えた技、あ、埋まりましたね、4つ。はい、これですね。鳩の落とし物。物は言いようだな。賢さタイプの大ダメージ技。消費ガッツ23でダメージ C 命中 E。で、ガッツダウン D でクリティカル E となっています。はい、ようやくね、この、まあ、ようやくでもないか、第2回目なんで。ダメージ C で、前回ね、全然火力が出なかったんで、今回このダメージ C のね、この鳩の落とし物で、はい、ダメージ稼いでいきたいなと思います。それに賢さも上がっているんで、うん。今回は結構前回のようなことはないんじゃないかな。で、ガッツダウンもあるんですね、これ。命中率は E なんだ。それはちょっと微妙だな。はい、でも使っていきましょう。で、中精度も62まで上がっているので、意味不明になることもまあ若干少なくなってるかなと思いますね。よし、まあとにかくガッツ回復が早いんで、バンバンもう技打っていきたいですよね。意味不明にならなければガッツも使い切れると思う。と言ってもめちゃめちゃ早いんでね、先手先手で打っていかないと。はい、あ、なかなか濃いメンツが揃ってるよ。まずはヘールホール、サクラートがいないぐらいかな。他は本当に強いメンツ揃ってますね。で、ヘールホール、うん、もういきなり打っていきましょう。どれぐらいだ、50で 45% 命中曲がってるかな。お、いいんじゃない、いいんじゃない。おーっと、なってしまった、なってしまった。うわー、先に打たれたか。お、ガッツマジ早いな。ガッツ回復がマジ早い。本当にガンガン打っていかないと。よし、もう いろんな技使っていけ。何でもいい、何でもいい。これでソウルビーム、これも稼いでいく。よし、ここら辺はね、使い込み技であるんで、ここら辺の賢さ技はもうバンバン打っていきたい。よし。いや、もうこれだけ技打っていけると強いよな。相手もなかなかね、反撃できませんよね。いいよ。ちょっと D ではレベルが違うかも。やはりガッツ回復が早いっていうのはめちゃめちゃ強い。うん、スリートムーン戦が一番きついかな。で、その前にカペラ行きましょう。ここはもう本当に G キューブ気をつけたいんですけど、まあ気をつけられないかな。まだそこまでの技とか、能力揃ってない。よし、もう開幕で。もう外れてもね、全然大丈夫だと思う。あ、やばいかな。やばいかな。50ぐらいで。言ってちょっとガッツ補正は生かしていこう。よし。おーっと、ミスったミスった。連打でいっちゃった。いいよいいよ。ソウルビームはでも相変わらずダメージ出ませんね。うわ、相手のガッツこれやばくない？相手のガッツ溜まりすぎじゃないか。打っていく。とにかく敵に技を打たせない。うわー、打たれた。普通に打たれた。 39%。 さすがにちょっと命中率悪くなってきてる。いや、でもこの回復力ですからね。この回復力でかい。うわ、最悪だ、最悪だ、マジで。マジで。今のめちゃめちゃやばかったんだけど。カード、カード。うわ、意味不明になるな、ソウルビーム。もう一丁鳩が打てるといいんだけど。よし、どうだ。おお、まあいいでしょう。いや、今回回避上げたこともあってね、結構受けてくれてる。いや、危なかった。一発当たってたらどうだったんだろう。まあ一撃でやられるっていうことはないと思うんですけど、でも気をつけていかないとですね。ちょっとビビった。で、スリートボム、こいつ怖いよ。勝ってる、あ、負けたか。マジで、ふざけんなよこいつ。使い込ませてよ。ふざけんなよパルマ。
まあ、パルマ言ってみんな危険するレベルだからな。マジで？マジでこれ？いや全然使い込みができないんだけど。ちょっとこれなしだな。ちょっとやり直しますか。はい。はい、ということでロードしてきました。ヘイルフォールにはもう勝っているので、ストリートボム戦いきましょう。さあ、ストリートボム。回避命中、これだけ低いけど、どうだろう、何パーセントかな。パーセンテージがすげえ気になる。24% か。まあ、だったら大丈夫かな。一発ぐらい当たるかもしれないけど、あと始末。うわ、当たるか。早くも。早くも一発目が当たるっていう。あと始末。よし。ガッツがちょっと打たないだけですげえ溜まるんだよな。よし、落とし、もう、わー、マジか。これを後始末してくれ。これを後始末してくれよ。49%。結構外れるな。ミスったミスった。後始末なくて、ちょっとずつ盲信を打たせたいんだけど、なかなか損はならない。うわ、やばいぞ、これ。やばいぞ。貯めていかないと。返していけるか、これ。当たるかどうかにもよるな。当たるかな。 50% がことごとく外れてるから。あと1回当たるかな。よし、さあラスト。やばい、負けたんじゃ。いや、負けないか。どうなんだこれ。犬マジか。ミスター、最後あれ打つべきじゃなかった。まあ再戦あればね。決勝戦まで行きたいんだよな。カペラとの決勝戦あるかな。よし、じゃあ次ハリバオ行きましょう。まあ本当に使い込みという意味ではね、一回負けても全然いいんで、むしろ決勝戦に行きたい。いけるかな。そこら辺もちょっと様子見ながらやっていこう。落とし物ポーンと。落とし物ね、 40% ぐらいは。よし、ジャンプブロー、ナイスです。うわー、やっぱり命中率高いね、ハリマオ。270ぐらいありますもんね。うん、なんか不運だけども、不運だけど。落とし物、次で死んじゃうかな。大丈夫かな。バンバン打っていくけど、しかしこのやっぱりガッツ回復のおかげでこれだけ出せますもんね。前回のアーキロだったら本当に今ぐらい打っていったらもう打てなくなるんじゃないかな。それぐらいのね。ソウルビーム、よし、固まってたな。当たる前固まってたな。もう一丁打っていくよ。あと落とし物、どうだ。おお、クリティカットが安らか。安らかですね。よし、この調子で。いや、カペラが勝ってほしい。カペラが勝ったら決勝戦ある。うわー、パルマ、空気読めよ。空気読んでくださいよ。決勝戦いけるかな。ちょっと調整していかないとな。ちょっと入り乱れる感じになって難しくなってきた。で、次はパルマですね。なんでさっき回避したんだよ。なんで棄権したの。まあ、勝ち目はないだろうけど。もうこいつは本当にガンガン打たせてもらう。よし、一発目が当たると結構安心だな。おっと、こっちはかわすのか。なるほど。落とす落とす。肥料になりそう。肥料として使ってほしい。ビンタ。大丈夫そうですね。わーっと。罠だったか。落とす落とす。ポーン。あ、ミスミスた。ハゲビームを打ってしまっている。ビンタビンタ。ビンタとか本当に全然食らわないもんな。ビンタ。ここら辺は。続き。で、落とし物、肥料ね、肥料を上げていきます。3つ、うわー、食らったか。でもガッツな技はマジで食らわないからこいつ。さすがに食らうわ。さすがに2回も当てられたら肥料の受け取り拒否されまくってんな。よし、ラストもこれで。さあ、次あたりでね、カペラとあの誰だったっけ。最初のやつ、ヘイルフォールが負けてくれると決勝戦いけるんですけど。あ、そっかそっか、こうなるか。まあ、じゃあ次は勝たないとダメですね。
お互いの直接対決が残っていたのか。よし、ヘルホールと決勝戦がしたい。はい、ここはもうさっき戦ったんでね、結果だけやっていきましょう。さあ結局ね、一回もどっちも技が当たらなかった。ただ消費額の差で、はい、まあ楽勝ですね。楽勝ではないか、圧倒的差はつけたんだけど。さあこれでヘルホール勝って、犬はもう今更だからな、頑張れマジかくそ、スリートボムに負けたのが意味なくなったか。まあまあ危険さえなかったのでね、よしとしましょう。はい、なんだろうこの写真写りは驚かすでもなく、なんかキョトーンとしてるな、撮られちゃったみたいな。よし、そして人気は、あ、15か。さてさて、能力は、おー、力ジョブさ、あ、これはいいな、よく頑張った。なんだ、うん、お線香くれ、え、お線香マジで、あ、やっぱりちゃんと供養してあげないとな。お線香の匂い好きなのか、食べてるっぽくないはい、ということで今回は D ランク戦っていきました。1回だけね、スリートモブ戦で負けてしまったんですけど、まあそれでも全然使い込みができたんで良かったかなと思います。今回はちゃんと賢さ上げたこともあって威力も出ていましたね。というよりもやっぱり今回の新技のこの鳩の落とし物が、うん、結構ダメージ与えてくれたかな。まあ命中率はいいなんですけどね、ガッツ回復が早い分もうどんどん打っていけるんで、そこら辺はまああんまり気にならなかったかな。うん、でね、前回出なかったダメージも出てくれたんで、今後もねこれ頼りにできるかなと思いました。はい、でもやっぱりソウルビームとか相変わらず威力出ませんね。もうちょっと賢さ上げていかないと、ちょっと上のランクでは厳しいかもですね。はい、まあそんな感じで、次回はねもうちょっと能力上げて、また新技を覚えて、はい、上のランクで戦っていきたいなと思います。お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。